今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は保育を支援、宮崎県幼児教育センターと題してお送りします。園で保育をされている皆さんを支援する施設ということなんでしょうかね。はい、そうなんです。県内の幼稚園や保育所、認定こども園などに幼児教育のスーパーアバイザーを派遣して教育の質の向上を図っているんですね。はい、それは保育をされている方にとっては心強いですよね。そうですよね。今回はある幼稚園にお邪魔して、園で保育をされている皆さんや陰で支える幼児教育のスーパーアバイザーのお仕事ぶりを取材してきました。それでは参りましょう。保育を支援、宮崎県幼児教育センター。私は押宮幼稚園で働くレイ。幼少の頃の夢だった幼稚園の先生になって早1年。子どもたちも可愛く、先輩にも恵まれ、充実した日々を送っている。でもなかなか成長できない自分に歯がゆい思いをしているのも事実だ。はい、どうぞ。あ、恵子先生。最近浮かない顔しちょっけど、何かあったと？はい、子供たちとか保護者の皆さんの接し方とか大学でしっかり学んだはずなのに全然上手にできなくって、でそれでいつも先輩たちに迷惑をかけてるのがすっごく辛くて。そりゃ生身の人間を相手にするっちゃも全てが参考書通りに行くわけがないわ。それでもれいちゃんは頑張っちょっと思うよ。いやー、恵子先生のように完璧な先生には到底なれません。完璧なことがあるか。管理職になってから悩みの連続よ。知らなかった。誰か私たちの悩み解決してくれる人いませんか。ズバッと悩みを解決しに来てください。すっきりした。ちょっと待ってください。お二人のお悩み、宮崎県幼児教育センターにお任せください。園で保育をされている皆さんの保育の質の向上、そして幼児教育と小学校教育をつなぐなど、幼児教育を推進する拠点として昨年の4月に開設したのが宮崎県幼児教育センターなんですよ。宮崎県幼児教育センターにはキャリアステージに応じた研修を企画実施する研修、保育参観や園内研修に幼児教育スーパーアバイザーを派遣する支援、幼児教育と小学校教育との連携接続を支援する連携という3つの機能があります。ということで、宮崎市にあります大淀幼稚園にやってきました。今日はこちらでスーパーアバイザーによる保育参観があるということで、早速お邪魔したいと思います。宮崎県幼児教育センターには3人の幼児教育スーパーアバイザーがおり、幼児教育の専門的な知識や豊富な実践経験を生かし、園で保育をされている皆さんのさまざまな悩みなどに向き合いながら支援を行っています。今日担当するのが小玉優子さん。元小学校校長や国立大学附属幼稚園の副園長、私立幼稚園の園長も務めた幼児教育のまさにプロフェッショナルなんです。児玉さん、今日はこちらでどんなことをされるんですか。今日はですね、保育参観に参りました。具体的な内容を教えてください。10年を経過された先生がこの園にいらっしゃいまして、その先生の、保育の、様子をですね、参観させていただいて、アドバイスを行います。加藤愛さんは10年勤務する中堅の保育教諭です。今日の保育参観に期待することは何でしょう。自分の保育が適切かどうかっていうのも含めて、今回具体的なアドバイスをいただけたらなと思っています。早速保育参観がスタート。26人の園児を2人の先生が担当します。加藤さんは園児に寄り添いながらも常に周囲を見回し、注意を怠りません。その様子を児玉さんが優しく見守り、気づいたことなどを細かく書き留めていきます。子どもたち今整列してお手洗いに行ってましたけど、ああいったところも大事なんですね。そうなんですね。子どもたちに勝手にトイレに行ってきなさいじゃなくて、トイレに行きますよ
トイレに行くときに並んできましょうねって言ったり、あと行った後にちゃんとあの自分で椅子を持って決まった場所に座っておく、待っておくっていうことで、これからすることが何なのかということを子どもたちにちゃんと伝えられているかということなどをあの全体をこう見て、私は参観しております。加藤先生の様子はいかがでしたか？加藤先生とても笑顔が多くて、で子どもたちともよくあの関わって遊んでますね。それから子どもたちのつぶやきとか声をしっかりこう聞いて、で何かしてあげることはないかと考えて行動されているのがいいですね。園児が一番目を輝かせていたのが絵の具のコーナー。袋や手指を使って模様や色の混ざりを楽しんでいます。先生とても、ね、楽しそうに子どもたち遊んでますけど、あれどういった遊びなんですか？手でもいいし、ビニールを使って色の形とか個性豊かな作品が完成しました。さまざまな工夫で園児の感性を刺激する先生たちのアイデアに児玉さんも感心しきりです。加藤さんの長い一日がようやく終わります。園児たちを笑顔で見送り、ここで保育参観は終了。保育参観後は児玉さんが撮影した映像を見ながら今日の保育を振り返ります。いろんな遊びに朝はあの集中してましたね。一つだけじゃなくって、いろいろこうコーナーが設置されているからこそ、あれやったりこれやったり、子どもたちも興味をこう変わりながら、遊ぶことができたので、そういう環境設定がすごくできてよかったなと思いますよ、ね、子ども同士の関わり方をちゃんと把握されているようで、こう一瞬こうパーッと見ながら、あの気になるところにはちゃんとね声かけに行かれたりとかしてたので、あやっぱり経験がねあのそれだけあるからできることだなって思いました、しかし気になることも。やっぱりマット運動とかっていうのは、まあ、安全面からするとやっぱ常にこう誰かがそばにいて、あの遊ぶ、方が安心かなと思います。運動というあの設定保育でするときはもう絶対なんですけど、誰かがやっぱりそばにいた方がいいかなと思います、ね、2人の話し合いは熱が入り1時間にも及びました。加藤先生、今日の保育参加を受けての感想を教えてください。こう的確なこう具体的なアドバイスもたくさんいただけたし、ここが良かったよっていういいところも見ていただけたので、こう自分もこう今までの保育、今自分がやってる保育の反省もできたし、それからこれからの自信にもつながるようなすごく有意義な一日を過ごさせていただきました。本当にもう感謝してます。加藤さんにとって実り多い一日となりました。このスーパーバイザーというのは保育参観以外にどういったサポートをしてくださるんですか？私たちは県内の至る所どこにでも伺います。でそこの園の園長先生のご要望があれば、ご要望にお答えできるように対応して、園内研修や園内での講座ですねを開いたりすることができます。幼児教育スーパーバイザーは園で保育をされている皆さんを全面的にサポートします。お気軽に宮崎県幼児教育センターまでお問い合わせください。はい、やはりあの経験豊富なスーパーバイザーの皆さん本当に頼りになりますよね。そうですね、私も一日あの見させていただいて、やはり子どもたち一人一人好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、苦手なこと全然違っていて、先生たちも日々試行錯誤されてるんだなというのがよく分かったので、余計にこのスーパーバイザーの存在、大きいんだなと感じましたね。あの園に沿ったサポートをしてくださるということですので、お気軽に宮崎県幼児教育センターにご相談してみてはいかがでしょうか。以上クローズアップ宮崎でした。